銀兵衛。イーシクがいなくなったとはなんてことだ。知らせを聞いて駆けつけてみれば。和尚、お前イーシクによからぬことを吹き込んだんだろう。いいえ、私はそんな。あ、いや、お前はそういう女だ。いけません、五条さんをぶたないで。妖怪、お前は優しいな。五条、お前と違って妖怪ならイーシクを立派に育て上げてくれるだろう。お前の暗い顔など見たくない。二度と私たちとイーシクの前に現れるな。イーシクさんが見つかりましたわ。イーシク、お母さん。イーシク、お父さんと帰ろう。その女はもうお前の母親ではない。その女とはもう別れた。お前の新しい母親は妖怪だ。さあ帰ろう。さっき言ったでしょ、そういうことは。はっきり言うものよ。お父さんとは帰らない。お母さんと一緒に行く。お母さんと一緒に行く。エイシク、お母さん、お母さん。どうして？わかりませんわ、旦那様。どうしてエイシクさんは。お前は黙ってなさい。どうしてよ、わからないわ。なんてことだ。モーセイ殿、ここはエイシクの気持ちを汲んで母親と行かせてやってはどうですか。え、母親絡みは子供にとってとかく遺恨が残るもの。エイシクのしたいようにさせてやるのが前策と思います。それがひいてはお互いのためかと。しかしエイシクは大事な跡取り。モーセイ様、正門の旦那様のおっしゃる通りですわ。母子の情は断ち難いもの。エイシクさんは五条さんから離さないで。私からもお願いします。妖怪、お前がそう言うなら仕方ない。五条、お前はエイシクを連れて出て行け。そして二度と王家の門をくぐるな。わかりました、行くわよエイシク。うん。満足そうね、妖怪。あなたにとってエイシクは繊細の産んだ男の子。目障りだし殺したいのも当然だわ。でもあのモーセイにはとても逆らえない。それがこの願ってもない顛末、さぞ嬉しくてたまらないでしょうね。この度は正門家の方々にはご迷惑をおかけした。これで心置きなく妖怪と新しい生活を始められる。私もモーセイの妻として正門家の方々とは一層親しくさせていただこうと思っております。一層親しく。うん。月城様、これからは私たち正妻同士、どうぞよろしくお願いします。正妻同士、そうね。ようやくことが落ち着いたのですから、少し休んではいかがですか。今お酒と夜食を用意させます。おお、それはありがたい。急いで出てきたのでほっとしたら腹が減りました。妖怪さん。あら、金蓮さんでしたっけ。何か。よかったですわね、手を汚さずにエイシクを追い出せて。なかなか見事な立ち回りだわ。いえいえ、そんな、金蓮さんほどではありませんわ。金蓮さんは全部の舞台さんを首尾よく殺して正門家に嫁がれたんでしょ。あら、そんな顔なさらないで。噂ですわ、噂。でもお会いしたら噂通りの素敵な方。随分と正門家の噂にお詳しいわね。そりゃ天下の正門家ですもの。それにこちらの旦那様の噂を知らない若い娘などいませんわ。私も初めて今日お会いしましたけど、とても素敵な方。モーセイの制裁で落ち着こうと思ってました。でも落ち着くのが惜しくなってきましたわ。正門家の制裁、あなたのような大御婦人止まりではなく制裁。
何がおかしいの？あら、ごめんなさい。胃の中の蛙が何やら自慢げに語るのがおかしくて。あなたこそやはり私の思っていた通りの方ね。しかも制裁の座をお望みとは。でも月城様は五将さんとは違うわよ。あら、ご忠告ですか。どうもご親切に。月城様によろしくとお伝えくださいましね。ええ、よろしく伝えますとも。悪いけどうちのご制裁は怖いわよ。まあ、養慶さんがそのようなことを。さすがは王猛生が選んだ人ね。私は前からあの男が気に入らなかったの。あの家のものは正門家のためにならないわね。さようでございますね。そうだ、言い忘れていたわ。明日の朝は早起きしてちょうだいね。は？みんなで五将さんと英淑さんのお見送りをするの。ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。これは私どもからの心ばかりですが、旅費の足しにでもなさってください。こんなにたくさん？気兼ねせず持っておきなさいが、いくらあっても邪魔になるものではないわ。本当にありがとうございました。どうぞお元気で。ちょっと待って。お姉さん、これ返す。まだこんなもの持ってたの？うん、でももういらない。平次さんに返しといて。平次のなら返さなくていいわ。御所屋にこっそり売りなさい。高値がつくから。うん。お姉さん、僕が大きくなったらこの本の中みたいなことしようね。悪いけどお断りよ。またまた照れちゃって。怒った顔がそそるぜ。じゃあまたね。お姉さんのこと忘れないよ。このマセガキが。ようやく嵐が去りましたね。やっと静かになったんだから、息抜きに花見でもどうかしら。まあ、それは明暗ですわ。それでは私が幹事をいたします。お酒や料理もとびきりのものを用意しますわ。日時や場所は後ほどお知らせを。まあ、花見だなんて素敵。今ならボタンが見頃ですわね。旦那様もご一緒でしょ。楽しみだわ。私はいいわ。みんなで行っておいで。大奥様はちょっと片付けたい用事があるの。よかったですね、英淑さんのこと。それに皆さんでお花見だなんて素敵ですわ。そりゃ花見はいいけれど、あのバカ女の平次も一緒に来るのよ。今度のことで心底呆れ果てたわ。あんな女の顔を見てたら美味しいお酒もまずくなるわ。では奥様はいらっしゃらないので？行くわよ。旦那様もいらっしゃるのよ。あの女にイチャつかれるのを放っとけるわけないでしょ。あの奥様、節賀様からお使いがいらして花見の場所が変更になったと。あら、今頃になって？随分急ね。まあどこでもいいけど。そして花見の日、奥方たちは皆出かけ、月城だけが正門家に残りました。こんにちは、月城様。お招きありがとうございます。あの、他の奥方様は？今日はみんな出かけたわ。まあ、月城様お一人。それでは私たち正妻同士、何の気兼ねもなくお話できますね。そうね。あら、まあ、ひばり。とても良い声で鳴くのよ。私の自慢なの。これはつがいですね。ええ、とても仲がいいのよ。正門の旦那様と奥様みたいですわね。あら、他のカゴの鳥、みんな足が片方ないんですね。ええ、私が切りましたの。ん？その鳥たちはみんなメスでね、私が最初につがいにしたオスを取ろうとしたのよ。他のもののものを取ろうとするのはよくないでしょ。私のことを言ってるのかしら。
そうですね。私も人間なら無理ですけど、鳥なら。人間なら遠慮するなんて甘いわね。え？今日他の奥方がいないのはね、月に一度お医者様になくした手の具合を見てもらうためよ。なくしたって？あら、気づかなかった？みんな袖で隠していたからかしら。ここでは私以外の妻はみんな右手がないのよ。ほら、これはね、ペルシアの国から手に入れた切断機なの。これね、少しの力でとてもよく切れるの。ちょっと手を出してみて。え？大丈夫よ、切らないから。ほら、ここに手を当ててほんの少し力を入れるだけでいいの。それだけで骨まできれいに落としてくれるわ。制裁の地位を守るためなら、これぐらいはほんのたしなみ。旦那様に手を出そうとするいけない手は、見つけたら早々に切り捨てておかないと。あ、手がすべ。キャー、切られる。すみません、用事を思い出して、私帰ります。冗談じゃないわ、手を切られるなんて。こんな家、二度と近づくもんですか。これぐらいの苔脅しを信じて逃げ帰るなんて、正門家に来るには千年早いわ。待ってたぞ、金蓮。あら、平次さんの姿が見えないのね。こういう時は市場に来る人なのに。そうなのよ。場所が変わったって伝えたと思ってたけど、平次さんに伝えてくれたわよね。あら、私伝えてないわ。私もですわ。まあ、皆さんで伝え忘れてしまったのね。仕方ないわ、春ですもの。もちろん旦那様には内緒ね。みんな遅いわね。